はいどうも、りょういちです。それでは、ドラゴンクエストビルダーズ続きやっていきたいと思います。探索してたら、怪しげな洞窟を見つけたので、そこ行ってみたいと思います。場所的には、なんか長老の、大木槌の長老の家の裏のとこですね。では、中に入りましょう。何かあるのかな？すごいな。洞窟。宝石とかはないな。あ、上に銀がある。お、なんかあるぞ。なんだこれは。本だ。呪文の書か。読んでみよう。古ぼけた本が置かれている。あ、なんて素晴らしいんだ。ほら穴の奥は、銅や石炭に溢れている。ヒノキの棒や棍棒では、硬くてとても壊せるものではないが、強い武器でうまく壊して素材にすれば、いろいろなものづくりに使うことができる。銅や石炭は人間が今よりもっと発展していくための鍵になるだろう。ずいぶん昔に書かれた本物のようだ。本の内容はここで終わっている。なんだそれは。これだけ？なんや、なんも特にや。この本を書いた人かな、この骨は。力尽きたんかな。ここで書いて。わかんないけど。とりあえず持って帰ってみよう。初めて本を手、あ、本か。この下は何かある？ないか。特にないんだね。しかもこの洞窟そんなに鉱石がないっていうね。あ、ちょっとだけあるね。じゃあ一旦、あれ、帰ろうかな、拠点に。大したことなかったな、この洞窟も。キメラの翼。はい、拠点に帰ってきました。少し、拠点をだいぶ、少しというかだいぶ変えましたよ。だいぶ整地して、家もそれぞれ、建てました。ここは作業小屋。すべての作業ができる部屋。兼、まあ、俺の家みたいな、一番でかい。作りました。大倉庫もここに置いてます。そしてこの家は石と炉の工房となって、この石の作業台とこの金床を置くことで、あの石と炉の工房という建物になるようです。これは設計図とか、まあもともとひらめいてはなかったんですけど、自動的に、作ることで設計図をひらめきました。そしてこっちに、ピリンの家を作りました。まあまあ広めですね。第一の住人なんで広めに取りましたね。そして、ロロンドの家はこれです。この格差。よし、では、今回はもう一個家というか建物を作りたいと思います。あ、ちなみにこれは特に何もないです。建設中の扉の家ですね。まあ、上に積み重ねてポイントを稼ごうかなっていう感じですね。あ、そしてこっちは倉庫みたいな感じですね。倉庫兼、まあ、作業小屋みたいな感じですね。で、あ、そうだ、物をまず預けよう。そして今回何をやるかというと、これです。この大木槌の台所というのを建てたいと思います。ここに建てよう。よいしょ。ここがいいか。こう、これぐらいがいいかな。よし。OK。そして、必要な材料はもうあらかじめ、ここに、作っといたので、これを全部、設置すれば、完成するはずです。よいしょ。まずは壁は壁もか。壁がない。土の壁は土の壁がないじゃん。土の壁を取って、よし。これを設計図一度見てみよう。あー、こんな風になるんや。すげーな、これ豪華。OK。じゃあ壁から行くか。
こういうことか。OK。壁はこれで完成しましたね。で、焚き火を置きましょう。ここに置いて、壺を隣に置くと。そして、階段と、階段はここ。収納箱は後にしよう。かがり火先つけてみようか。かがり火というか、松明。壁掛け松明は、ここだよね。よし。で、反対側にも置くと。お、いい感じ。で、テーブルと、椅子。テーブルを真ん中に。椅子を端に置くと。結構でも窮屈になってきたな。いろいろ置くと。よいしょ。置いて、こっちにはサラダ。こっちには食器。おー、いいね。それっぽくなってきた。あとは扉と、チェスト。チェストはもうこれをぶっ壊して。これを置いて、扉をつければ完成。いいね。大木槌の台所が完成しました。ご飯どころを初めて作った。なるほどね。ご飯どころ。焚き火と収納箱、テーブル、椅子、飾り料理があればご飯どころになると。椅子に座ってみんなで仲良くいただきます。住人が料理を収納箱に入れる。拠点内でお腹が減らない。すげえ、めっちゃいいやん。うわ、1800ポイントめっちゃ高い。ポイント。お、レベルも上がった。いいね。お、なんか早速。お、これはすごいって言ってますね。あいつだけしか祝福してくれなかった。みんな寝てるせいか。これいいね、でも。すごい。拠点内で、あれが、この空腹度が減らないのはいい。これで作業にも集中できる。よしよし。これで完成した。この食器とかいいですよね。この装飾品がね。おー、いいね。オッケー。じゃあもう一個、今度は、クエストの、あれを作りたいですね。フィリンのクエストで、クローゼットのある部屋を作らないといけないので、どこに作ろうかな。スペースが、だいぶ、限られてきたな。こっちでいいか。ここに作るか。とりあえず。じゃあ、この辺からかな。始めよう。まあ、あんまり広くなくていいかな。クローゼットは。よいしょ。あー、でも結構狭いな。まあ、いっか。なんか、バランスが悪い。まあ、しゃあない。クローゼットを、ここにドーンと置いて、うわ、でかっ。でかいな、このクローゼット。確か、椅子がいるんやったら、椅子が2脚いる、はずなんで、ここに置いて、明かりもつけないといけないよね。オッケー、あとはこれ置けば、いいのかな？衣装部屋を、完成。クローゼットには綺麗な服がどっさり。住人が綺麗な服に着替える。おー。あ、みんな、だってボロの服やもんな。着替えてくれるんかな。だってロロンドだけやもん。服着てんの。まともな。なんでこのおっさんだけ服着、みんな、すげえ、こんな狭いとこに。あ、着替えてる。わ、すごいすごい。わ、すげえな。いい感じの服になってる。おい、いい感じの服やん。次のやつは？あ、着替えてる。どんどん着替えている。はい、ロロンドも着替えるの。同じやん。ロロンド同じ。ロロンド変わってない。ピリンは？ピリンは、あ、ピリンも着替えた。おわー、すごい。かわいい。いいね。みんないいね、これ。
おお、これでなんか街っぽくなっていったな。よし、より一層。よし、じゃあクエスト報告しよう。うわあ、ありがとう。お着替えできる衣装部屋が完成したんだね。ロロンドもロッシーもケッパーも、ここに来てからずっと同じ服を着てるでしょ。確かに。すれ違うたびに香ばしい匂いが。香ばしいなや。鼻を突き刺して、私、もう我慢できなくて。これでみんなにお着替えしてもらえる。今日からは鼻に土を詰めなくても生活できるよ。土詰めてたの？本当にありがとう、良一。私もお着替えしてみるから楽しみにしててね。もう見ました。うわ、目玉焼きくれた。オッケー、これで、完成したね。クエストも。いいね。俺は着替えられへんねんな。特にこのクローゼットは何かしまえるとかわけではないようですね。なかなか街っぽくなってきたんじゃない？あとはもうちょっと綺麗に整地して、道とかもつけたいかな。あ、そうだ。これやってみたかったんだ。この、セット、敷きわらセットとか、石畳セットとか、で、土の壁や床を一気に変えれるらしいんですよね。なんで、これを、ちょっと、やってみたいと思います。まず、この、じゃ、レンガウォール、壁をレンガに変えてみよう。これいけんのかな？こことかで使う。うわぁ、すげえ。すげえ、レンガになった。不自然、ここだけ。ここも。うわぁ、すごいすごい。おもろい。うわぁ、なるほどね。高さでね、これ、変わるんや。あ、下でやった方がいいぞ、これ。一気にいける。うわぁ、すげぇな。ここも行こう。うわぁ、めっちゃいい。オッケー、いい感じやぞ。いい感じやけど、これ、中途半端に残るな。土壁が。それが残念。よし。うわぁ、すごい、めっちゃレンガ。めっちゃレンガってなんやねんっていう感じやけど。ここ難しいな。ここはあれやな。一段登って、こうした方がいいかな。これなんか選べたらいいのにな、自分で。あ、壊れちゃったよ。自分でなんか、範囲とか選べたら、もっとやりやすいんでしょうけどね。高さとかあるから、微妙にやりにくい。あとは、石畳。いや、じゃない、敷きわら。下はわらにしよう。おー、すげえ。おー、いいね。めっちゃすげえ。これいいよ。ここで。あ、な、上に乗ってると使われんのか。あ、なくなっちゃったよ、敷きわらセット。あ、頭だったわ。オッケー。こんなもんか。物置いてると若干やりにくいね。オッケー。すげえすげえ、いい感じ。あー、一気に雰囲気変わりますね。わ、こんなとこまで。あ、こっちも藁になっちゃうのか。あ、こっちも藁になっちゃうのか。ちょっとあれだな。使いにくいな、これ。微妙に使いにくいな。一気に変えれるのは嬉しいんやけど、微妙に使いにくいっていうね。これなんとも言いにくいが、まあいいでしょう。変えれないよりはマシやし。なんで、まあ、これで月の壁とかも変えれるんで、よいしょ。いいですね。どんどん。ああ、これいいわ、でも。最初は土とか、まあ、土が一番手に入りやすいんで、これで一気に変えれるのはいいですね。いちいち壊してね、やるよりかは断然いいですね。これ下石畳にしてみようか。うわぁ、すげぇ。すげぇな。あ、間違えた。敷き荒セット置いちゃった。あ、変化してないわ。あ、変化、あ、土を変えるからね、これは。そうか、土しか変えれないんだ。よし。この一段上は床なのかブロックなのかって難しいところやね。ブロックではないよね。壁ではないか。床やな。ここ床、あ、それ土じゃないから、もう変えられんの。やってもうたー。しかもこっちまでレンガになってる。侵食されてる。マジかよ。
マジかよ、意外と難しいぞこれ。マッチを作れば作るほどこれ多分あれ制御が難しくなってくるから、まあやるんやったら早めにやった方がいいよね。すげえ、でも土よりポイントももらえるしいいね。うん、壁は全部レンガにしよう、せっかくやから。土よりかはなかなかいいんじゃないかな。おー、雰囲気出てきた。いいねこれ。ここも、ここはまあなんかまあぶっ壊しそうやけどな、この家は。井戸のある家、なぜか。よし、オッケー。でもこれで変化させると容易にあれやね、移動しにくくなっちゃうね。早まったかもしれん。もしかしてまたちょっと作り直すかもしれへんのに。まあいっか、それはそれで。おー、これなかなかいいね。よし、クエストは残すところは、ロロンドのクエストか。うわ、ゴーストが。オッケー。というわけで、今回はこの辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。